内臓ごと食べられる。黄色くなっているものが。サンマの塩焼き作っていきたいと思います。サンマというのはこれね、くちばしを見た時にこのくちばしが黄色くなっているものが、脂が乗っていて良しとされていますと。今ちょうど9月の頭なんですけれど、この時期、サンマは、スーパーなんかでも、解凍ってものと、新物というもの2つ出てると思うんですけれど、解凍ってなってるものはね、基本的には去年取れたサンマを、冷凍したものと。で、新物っていうのは、今年の漁で水揚げされたものっていう、両方あったらね、おそらく新物の方が高いとは思うんですが、せっかくならね、新物買って、初サンマをね、食べてみてはいかがでしょうかと。まずね、こう皮目に包丁入れて、最初に塩を振ります。塩は薄めに全体にまんべんなく振ってくださいと。普段ねこのまま焼いてしまう方が多いと思うんですが、どんなに鮮度が良くてもね、魚というのは若干の魚臭さがあるので、このまま10分程度置いて臭みを抜きますと。10分経ちますと、こういった形でね、水分が浮いてきていると思いますので、そしたら、これをね一旦水で洗い流しますと。このまま焼くとね、塩をね洗い流してしまっているので、どうしても塩気が薄い焼き魚になってしまいますんで、ここでねもう一度塩気を入れるんですけれど、まずねこれ、お水用意してあげて、お水にねお酒を、2対1ぐらいですかね、水2に対してお酒1程度加えてあげて、ここに、お塩を溶いてサンマをくぐらせてあげると、こうするとね、塩気だけでなく、お酒の香りもつくので、焼き上がりがね香ばしく焼けますよと。そしたら焼いていきますと。今回は魚焼きのグリルでサンマ焼いてしまうんですけれど、魚を焼くときって炭火みたいにね、例えば火元がこう下にある場合、あとは一般の家庭の魚焼きグリルのように火元が上にある場合と、2パターンあると思うんですけれど、どっちの面から焼くかというのは基本的にはなくて、盛り付けるときに魚というのは頭を左に向けて盛り付ける、火元が下にある場合でも火元が上にある場合でも、こういった状態で焼き始めると。片面に火が入ったら途中でねこう魚をひっくり返せば、このままね素直にこう器に盛り付けることができると、なるべくねこの魚を返す回数が、少なくなるように焼いてあげると、魚を焼く際のポイントではありますかね。はい、そしたら魚焼いていきますと。全体に焼き色がついたら、あとは盛り付けて完成ですと。で、盛り付けるときはね、焼き魚は崩れやすいので、崩さないようにこういった形でね、なるべく丁寧に盛り付けてあげてくださいと。で、添え物ね、サンマの添え物といえば、なんといっても大根おろしと、こんな感じでね手で形を整えてあげて盛り付ければ、この辺はね好きなように盛り付ければ。ちなみにね、サンマって内臓ごと食べられる魚、意外とね内臓ごと食べられる魚って少なくて、サンマって胃がねないんですよ。動物性のね細かいプランクトンを主に食べているんですけれど、内臓に食べたものが2時間程度しかとどまらないと。なので体の中にねほとんど排泄物が溜まっていないと、だから内臓ごとね食べても問題ないと。他の魚はね腸だとかに排泄物が結構溜まりやすいので、他の魚はねあまり内臓は食べないんですけれど、
まあ、サンマに関してはね、内臓を食べても問題ないと、まあ、ただね、サンマの内臓には若干苦味があるので、まあ、子供なんかはね、無理に食べさせずともとは思うんですけれど、まあ、サンマといえばすだちかなということで、まあ、この身でね、柑橘類添えてあげて、でね、あとは、まあ、大根おろしにね、お醤油は相性がいいので、まあ、各自でかけてもらっても、最初からね、塗っておいてもいいのかなと。まあ、この辺もね、好みで、塗ってあげてくださいと。こういった形ですかね。はい、ということで、サンマの塩焼きの作り方でしたと。